入るとこの塩気がプラスされて、うん、なんかすごく美味しい。美味しいね、うん、合うよね。しかもシャキシャキの部分とシャキシャキじゃない差が映ってる映ってる。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。カタリストリーナです。この前横浜の赤レンガ倉庫行った時に2号館2階のコミュニケーションマニアというお店で面白いのがあったので買ってきました。買ってきました。ゾンビ茶漬けとジョンになりました。はい、ゾンビスナックです。はい、これすごいインパクトがあったので面白そうだったんで買ってきたんですけども、うん、まずこれね、ゾンビ茶漬けということで赤いのかな、これなんかお茶漬けの色が赤いんですよね。普通なんかお茶の色じゃないですか、透明っぽい、うん、これ赤なんですよ。血の海みたいな。でしかもゾンビのトッピング付き、これいいですよね。トッピングが青いんですよね、すごいですよね。ゾンビ付き、そうゾンビ付き、これがお茶漬けで楽しめるということなのでこれやってみます。すごいです。でこちらはですね、ゾンビスナックということで、このゾンビ茶漬けの上に乗っかってるのと似てるんですけども、うん、コンソメ味で赤いバージョン。これ何種類かあって、赤と青とあと何種類かあって、緑、3種類、3種類あって、どれにしようかって言ってこのね赤いのがインパクトがあったので買ってみました、うん、これもね食べてみたいと思います、思います。でね、今こちらで着々と、はい、今ご飯を炊いているところです。茶漬け用のご飯を土鍋で炊いています。これなんかトッピングできるの、なんか書いてある、シーザーサラダ、サラダの上に乗せてトッピングとか持っていきましょう。あ、なんかこれピザ、生ハムとチーズのおつまみクラッカーとか、こんなおしゃれな、こんなおしゃれな、はい、こんな感じですね、こんな感じです。ゾンビなのにこんなおしゃれな食べ方ができるんですか。そう、こんないろいろおしゃれな食べ方があります、はい、ということで、じゃあどっちからいきますか。あ、さっき買ってきたチーズに乗っけてみたらどうですか。チーズに乗っける、チーズ、なんかの三角っぽいやつ、ああ、あれ乗せてみる。じゃあそうだね、ちょうどいいね、うん、クラッカーじゃないけどチーズだけどちょっと乗せてトッピングしてみて。ご飯はいい感じになりました。いい感じになってください。すごい吹いてます。うん、これ今日もこんにゃく米で、こんにゃく米ハーフ&ハーフで 50% オフです。これね、脳みそが落っこちるほどのうまさだそうです。どんだけ美味しいのって感じ、すごいってことですね。パーティーや飲みのネタになんとなく食欲がないとき、飲んで帰ってきたときに試験勉強の息抜きそろそろ帰ってきてほしいお客さんのおもてなし、ああなるほどね、それ面白いですね。一番最後のそろそろ帰ってほしいなっていうときこれ出したら、え、余計盛り上がっちゃうよね、こんなの出てきたらね。本当ですよね。え、なになにってなっちゃいますよね、うん。作り方はもう普通に一袋パパッとご飯の上にかけてお湯をかけてトッピングを乗せて出来上がりということです。簡単ですね、はい、ご飯立てたらすぐできる感じです。これね、面白いのが、稀にゾンビの肉片に見えるものがございますが、これはゾンビをイメージした鮭フレークで本物のゾンビ肉ではありません。安心してお召し上がりくださいと書いてあります。面白いすごいですね、鮭フレークなんだこれですね。酒味があるってことですね、うん、ゾンビスナック、食べると楽しくなるおやつ、パーティーや飲み会、お出かけに、国産 100% お米のスナックです。お米のスナックだって。お米ですか。うん、ゾンビ時代到来。ゾンビ化問題研究所の発表によると、近年東京中心にどんどんゾンビが増殖しているということです。このままでは数年後には3人に1人がゾンビになるという研究結果も出ています。すごい。ゾンビスナックが原因か。この事態は人類誕生以来初めての兆しで、原因は未だ分かっていないということです。ある研究者は、これはゾンビスナックを食べたことによる突然変異との見解も。国を挙げた早急の対応が求められています。近年のゾンビ率すっごい伸びてます。ご飯いい感じかもしれない。あ、じゃあちょっと開けてみましょう。開けてみたいと思います、はいはい、あ、美味しそうに炊けてるじゃん。炊けてますね。みるみるランド。はい、ではこれで切って食べてみたいと思います。どんなのが出てくるのか楽しみですね。いきます。はい赤い赤い、あ、確かにゾンビっぽい。
うまいですね。でもこの作り方がほぼちゃんと見えるようになってますね。ほらこういうところ、あちょっとゾンビっぽくないですか。ゾンビっぽいですよね。はい、じゃあ食べてみましょう。はい、ではいただいてみたいと思います。じゃん、頭から、うん、頭からいきました。どうですか、ゾンビ。軽くて美味しいゾンビ。軽くて美味しいゾンビ。軽くて美味しいゾンビ。ほんとなんかお米の風味が、お米の風味、うん、ゾンビ美味しい。これなんだろう、コンソメ味ですけど、そんなになんか味も濃くないし、うん、食べやすいですね。あ、ほんとゾンビ軽いですよ。サクサクですよ。ちょっと僕も食べてみます。サクサクのゾンビ。そんなさ、レイナさん、そんな美味しい美味しい言ってますけども、うん、ゾンビですよ、ゾンビ。もう、ゾンビですか。美味しいわけがないじゃないですか、そんなゾンビがね。ゾンビがね。暮らせなくて、美味しいわけはない。うん、そうです。美味しい。美味しい。美味しいですよね。なんかほんとお米の味がする。なんかね、ポップコーンみたいな感じ、食感。うんうん。軽い、ほんとね、ふわって軽い食感。うんうん。なんかしかも赤だから、うん、トマトとかも赤いから、うん、なんか比較的に抵抗も全然ない。あ、そうだね、うん、形もさ、ゾンビの形してるけどすごいなんか可愛らしい感じ。そうなんですよ。なんかあの動物のクッキーとかもあるから、うん、なんかそういうイメージで食べられる。そうだね、うん、ゾンビっていうその気持ち悪さとかそういうのはない。ないですよね。気色悪さとかはない。可愛らしい感じのゾンビ。そうそう、可愛らしい感じのゾンビなんですよ、うん、だからオットとかもそうですけど食べやすい感じですね、うん、美味しい。でちょっとこれでおしゃれな食べ方してみたいと思います。この裏にトッピングっていうのが書いてあったので、トッピングアレンジで生ハムとチーズのおつまみクラッカーとか、うん、ゾンビ、ピッツァ、サラダ、そしてフォンデュ、なんかいろいろできますね。ということで、たまたま今日ね、実はこんなものを買ってきました。そう、チーズね。今日買ってきたチーズです。チーズのデザート、デザート、スイーツ好きのためのチーズデザート、ラムレーズン。これね、美味しいんですよ。これ僕好きなんですよ。で、たまたま今日買ってきたので、これでちょっとトッピングして食べてみようかな。いただいてみたいと思います、はい、では開けてみます。上野さん、それ食べたことないですか。食べたことないですね。なんか美味しそうですね。美味しいんですよ、本当です、ね、見た目美味しそう。すごいラムレーズンすごい好きなんで。そうそうそう、美味しいですよ、ね、なんかね、高級って感じだよね、ラムレーズンって。うんうん、すごく好きなんです。あ、すごい、こんな風になってるんですね。おお、すごい開いた。じゃあ開くよ。でトッピングだからもうそれをお皿の上に乗せて、その上にゾンビを乗せて、こんな感じだね。なんかベッドみたいになってますね。かわいい。ゾンビのベッド、ゾンビのベッドみたいになってますね。かわいい感じで。はい、じゃあ食べてみましょうか。はい、ではいただいてみます。ゾンビ、ゾンビトッピングのラムレーズンチーズ、うん、いただきます。うん、うんうん、面白い。面白い。なんかこのラムレーズンチーズは、うん、食感がすごい柔らかくって、はい、まあ、ラムレーズンなんですごいラムレーズンの風味が豊かなんですけど、このかじった時にゾンビカリカリするじゃないですか。そうだね。でしかもなんかあんまりこう主張のある味じゃないので、うん、こうマッチしていきます。面白い。うんうん。合いますか。うんうん。なんか新しい感じがします。うん、多分なんかクラッカーに近い感じで食べられる。うんうん。うんうん、まあこのラムレーズンの味を全然邪魔せずに食べられて、しかも見た目が面白い。うん。2匹目、2匹目いきます。うんうん、カリッていう音がいいね。そう、このすっごい食感がサクサクで美味しいんですよ、うん、硬く
くないし、でもサクサク感が残ってて、ちょっとゆくさも、はい、召し上がってください。うん。僕はもうこれだけで食べるのが好きだから、できればこれだけで食べたいんですけど。いやいや、そこはゾンビも一緒に。そこはゾンビも。うん。一緒に共食いしてください。まさか、ゾンビか。ゾンビになったらまさか。じゃあ、こちら、ゾンビに。いただきます。どうぞ。うん、音がいい、うん、これ外で聞いててもすごい音がいい。あ、はい、うん、あ、はい、はい、ありですよね、ありで、うん、なんか本当に、なんだろう、クラッカーあるね的な感じですよね。邪魔しないですよね、ゾンビ。ゾンビ巻き。ゾンビ巻き、新しい。うん、合いますね。これ合う、美味しい。面白い、うん、結構だからこれ味邪魔しないから何にトッピングしても美味しいと思う。合うね、いろいろなんかこうちょこっとしたものにポンって乗せて出すと形もね面白いから、そうそうそう、受けるだろうし、受けるだろうし、なんかこれ見て思ったのはもんじゃとかそういうのにトッピングしてもいいかなって、うん、あ、いいね、何でも合うと思う、うん、もちろんこのまま食べるだけでも美味しいし、そうそう、美味しいし、完食後にゾンビにならないようにご注意くださいと書いてあります。ロッケモン、ちょっと待ってるよね。本物のゾンビパウダーは入っておりませんのでご安心くださいと。これ一袋で295キロカロリーです。おおおおおお、はい、これ美味しかったですね。では次は引き続きお茶漬け行ってみたいと思います。行ってみたいと思います。みるみるランド。はい、じゃあゾンビ茶漬け開封していきましょう。はい、では開封していきます。出てきました。こちら4色から入ってるのがこの酒茶漬け味みたいなので、4色分ってことですね。4色分で酒茶漬けが 1,2,3,4 入ってて、ここにトッピングが入ってるそうです。トッピングちょっと開けてみます。ではトッピングディリン、青青い、すごい青い、一緒かなこれ、あの、え、もしかして一緒かも、ゾンビスナックの青いやつなのかな、トッピングって、もしかしたらそうかもしれないですね。ちょっと一個食べてみてください。いいですか、はい、いただいちゃいます。青ゾンビパック、あ、かわいい、ほらかわいいですよね、しっかり形がちゃんとゾンビの形になってますね、こっち、うん、かわいいですね、すごいかわいい。ではいただきます。うん、跳ねた、うん、一緒、一緒だけど味はついてないかも。あ、味ついてないんだ、うん、じゃあ味なしのゾンビスナック。そうそう、なんかお米の味だけします。へー、うん、だから多分お茶漬けのなんか邪魔にならない、なるほどね、うんうん、火薬的な感じですね、うん、美味しい。いや、本当にゾンビスナック美味しいですね。うん、ではこれ炊き上がったご飯をパカーン器に盛っていきたいと思います。お、キラキラ、美味しそうに炊けましたね。大丈夫ですね、炊けてますね。すごい透き通ってるのが何だっけ、こんにゃく米、あ、ちょっとだけおこげできたかなぐらいですね。あ、本当だ、そんなにおこげはできてない。ゆきさん、これぐらい食べられますか。うん、なんか炊きたてのご飯を茶漬けにするってめっちゃ贅沢な感じですね。贅沢ですね。ですよね、贅沢ないただき方だと思います。しかも土鍋で炊いたのが、そう、しかも土鍋ですよ、土鍋。はい、もりもりっといっぱい持っちゃいました、こんな感じです。ゾンビ茶漬けをかけていきます。はい、どうなんだ、いきます。あ、普通に美味しそうなお茶漬けですね。これが例のお肉ですか。鮭フレーク、ゾンビのお肉ではありません。でも分かんないですよ、分かんないですよ。なんかゆかりみたいな色してるのが出てきてる気がする、うん、はい、ではね、ここにお湯をかけていきます。でーん、あ、赤い、おお、すごい赤くなった、赤くなった、赤いですね、赤いですね。ちょっとこっちもかけていいですか。はい、すごい、これがゾンビを茶漬け、すごい赤い、赤い、赤い、重い、重いのは別にゾンビと関係ないからね。あ、もしかしてゾンビ化してるからちょっと重く感じてるかもしれない。そういうことですか。
徐々にゾンビ化しつつあります。食べるとゾンビになれるみたいな。えもはい、じゃあこれにこのトッピングをつけていきたいと思います。かわいいですね。赤に青、青、おお、すごい映える。映えますね。うん、なんか座ってるみたいな感じで。お風呂に入ってる。あ、そうだ。目玉おやじみたいな感じですかね。そっか、4杯分あるからいっぱいなんですね。でも、あ、そうだね。でももう全部開けちゃったので、もう全部入れちゃいましょう。いいですよ。贅沢に、贅沢に、ゾンビを贅沢に。なんか下から出てきた感ありますね、ゾンビが。あ、本当だ。ディン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 。ちょっと一個ちょうだい。はい、召し上がってみてください。トッピングだけ食べて。トッピングだけ味に。音はめっちゃいいですね。うんうん、あ、本当だ、味ない。味ないですよね。味ない。米。米ですね。米の硬いやつ、塊、塊じゃない。米食べてます、ね。米スナックですよね。美味しいですよね。美味しい美味しい。味はないけど美味しい。なんかお米の味で美味しいみたいな。うん、はい。はい、できました。できました。はい、ではゾンビ茶漬け食べてみたいと思います。赤に青、すごいです。すごいですよね。赤い、もうね、ご飯赤くなってるもんね。染まってますね。赤く染まってますよ、ご飯。うわー、赤い、赤いご飯、赤い。まずこれでいってみたいと思います。真っ赤、どうですか。美味しい、お茶漬け。もう美味しいお茶漬け食べてますって感じ。美味しいお茶漬けですか。美味しいお茶漬けですね。全然ゾンビっぽくない。肉片どうですか。肉片ではありません。鮭でーすっていう。一緒にね、一緒にね。なんか歯ごたえ、あ、あ、あ、歯ごたえが、シャキシャキの歯ごたえが加わって、うんうんうん、美味しいですね。シャキシャキじゃない、サクサク、サクサクね。いってみて。はい、いただきます。これ多分お酒飲んだ後とかすごいいい。あー、合いそうですね。いただきます。うん、普通に美味しいお茶漬け、酒茶漬けみたいな感じですよね。うん、あ、海苔も効いてて、うん、美味しい。ごまとか酒茶漬けですね。そうそう、普通の美味しい酒茶漬け。うん、なんか見た目がすごいから、うん、どうなんだろうって思ったんですけど、美味しい、美味しいです。酒茶漬け。これさ、ゾンビ沈めるとさ、ゾンビがなんかね、破壊されていくんじゃない。粉々になって、ゾンビ溶けてくる。溶けてくる。あ、本当だ。ゾンビ溶けますね。新発見、ゾンビは溶ける。うんうん。見えるかな。あ、美味しい。さっきトッピングゾンビそのまま単体で食べた時は、うん、本当は米の味って感じだったんですけど、板漬けに入るとこの塩気がプラスされて、うん、なんかすごく美味しい。美味しいね、うん、合うよね。しかもシャキシャキの部分と、シャキシャキじゃない、差が映ってる映ってる、シャキシャキですよ、シャキシャキね、うん、サクサクの部分とこのトロッとしてくるんですよね。トロッとしてる部分と両方食感が楽しめて面白いです。うん、こんな感じでゾンビがもうね、ぐちゃぐちゃに溶けてます。溶けたゾンビをいただきます。はい、溶けたゾンビ召し上がってください。美味しい。溶けたゾンビも美味しそうです。美味しいですね。うん、本当普通に美味しいです。なんだろうこれね、ゾンビ茶漬け。こっちのゾンビスナックも普通に美味しいし、うんうん、ゾンビ茶漬けも美味しいし、うん、見た目も楽しめるからこれいいと思いますね。なんかこう盛り上がります。普通にないから、お客さんにこれいきなり出したらすごいいいと思う。何これみたいになりますね。なのでぜひこれ興味ある方はやってみてください。やってみてください。ではさよなら。またねー。